カウテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市博多区に来ています。今日お尋ねしている会社は成功電気製作所というですね、電力会社ですとかあるいは浄水場、下水処理場といったですね、社会インフラが世の中にたくさん張り巡らされているんですが、こういったところの、電力制御を、長年にわたってしてこられている会社です。2021年に100周年を迎えられる会社で、創業からもう90数年経ってらっしゃいます。いわば日本の、電力インフラをですね、電力会社さんの縁の下の力持ちとして、作ってこられた会社です。そちらの、6代目の、社長で、現在会長を務めていらっしゃる、土屋直則会長に今日は詳しくこの会社の歴史そして強さの秘密について聞かせていただきたいと思います。ご紹介します。土屋会長です。今日はどうぞよろしくお願いします。九州を中心としたこの電力インフラの下支えをしていわゆる国の発展とともにですね成長してこられた会社だと伺ってますが、電力システムに関する事業というのが、一番大きな事業として、それからもう一つは社会インフラ事業と呼んでるんですけども、公共事業関連の仕事がございます。道路とか港湾等の交通のインフラですね、インターチェンジとかですね、はい、そういうところにかなりの電力を使いますので、はいはい、そういったものとかあるいはトンネルなんかの、はい、排気の制御とかですね、そういったものをやったりしてます。メインとなる事業というのはその電気制御で、はい、そのトンネルの、排気を制御するための電気系統であったり、港湾のコンテナヤードのいわゆる電気制御であったり、はい、インターチェンジの、電気制御であったり、はい、あるいは一番大きいところでいうとその電力会社の、電気制御というところを、そうですね、その電気制御のエキスパートなわけですね、はい、そうですね。もう一つ 水処理関係が大きな事業としてあります。浄水場下水処理場、大雨が降った時なんかに水を排水する排水機場っていうのがありますけども、そういったのは私どもの主力事業としてやっております。当初は電気機械商社ということで成功商会という名前でスタートしてます。1921年ですね、大正10年になりますけども、その後すぐ、電気工事業それから配電盤製造業ということで、現在のグループ のメインの事業の骨格をもう初期の段階で、作っております、はいはい。その後不幸にしてね戦時体制に入るわけですけども、一時期飛行機の部品作ったりとか軍需工場に指定された時期ございまして、本来の事業にはなかなか関われなかった時期ございますけど、戦後はすぐまた商社工事製造立ち上げましてですね、電気関係に戻っていく、ゼロからスタート再スタートしたという経緯がございます。日本ももう完全に焼け野原になって、その先人たちは急速にねこの産業復興を果たしていくわけですけども、電力需要もその産業の伸び GDP の伸びに従って需要が増えてまいりますので、発電所を作るからその次は変電所配電線を引くというような形で全国にこう電力供給網が広がっていったわけですよね。それに合わせて当社も発電所の電気設備からこの変電所の設備、だんだんそれが電気依存度が社会高まってまいりますので、いかに安定供給をするかというようなことで、一方ではできるだけコストを下げなきゃいけないというようなことで省力化ですね、人員の変電所の無人化を図ってですね、コンピューターによる自動制御システム、こういったものが成長期の後にはこの成熟期としてですね電力システムを
続いてまいりました。今年で93年の歴史になりますけども、はい、まあ、創業当初から電力関連の事業というのは、はい、始めておりますので、まあ言ってみれば日本の産業の下支えをしてきた電力システム事業とともに当社も歩んできたと言えると思います。なるほど。